くるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。さあじゃあ見てる黒星です。ももちゃん結婚おめでとう。はい、よっけ。はい、絶好調です。ももちゃん結婚式呼んでね。絶対呼ばれない。はい、今日はですね、ちょっと前に、京子さんがドッキリで来た時に、京子さんって誰？あなたの音楽仲間ですよ。僕はですね、プレゼントで T シャツを渡したんですけど、それがこちらなんですけれども。亀仙流の道着みたいな。そう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 。それ、あげたんですけど、もう一個のバージョンがあって、それを見つけたんですけど、うわ、これ超かっ、超似合うんじゃねえかなと思って、買ってきました。やめとこ。もうちょっと見てほしいんですよ。見るだけでいい？見る、よかったら来ていただいて。これまず俺落とす気か。いや、そう思ったんだけど、おしゃれすぎてちょっと落ちないんじゃないかと思って。なるほど。うん、じゃあ、それが、こちらです。ペペ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 ペ T シャツうわーかいこの手の数おおよそ200こんぐらいの感じで話してみたら、うん、もうシュプリームですよ。本当だね、シュプリームだね。でこれをちょっとねチョモちゃんに着ていただいて。なるほど、これ着れそうでしょ。うん、お客さんもがっぽいな。そうね。でも全然、全然思ってたんと違う。京子ちゃん、完全にあれを映えるシャツって言うて持ってるけど、うん、あれおかしいからね。じゃあ早速、チョーちゃんに来ていただきましょう。はい。レディオキュアイゴーどうですかめっちゃいいじゃん。欲しがってたやつじゃん。これ欲しがってたわ、これ。全然違和感ないよ。そうね。おう、じゃあ、うん、ちょっと一回これで、何の前触れもなく、うん、ちょっと配信してみましょう、ツイキャスで。あ、生配信をして。生配信してみて、お客さんがこれ気づくかどうか検証してみよう、これペペティかどうかっていう。これ、あれ、それペペティじゃないですかっていうコメントが、ないんじゃないかと。うん、気づかない。これ分からん。分かんないよね、確かに。もう一回もう一回。レディゴーオウイエスイエス。はい、ちょっとね、映っちゃうけど、まあそこは気にせずに。はい、うん、今日は、今ね、クルチョモの撮影を、はい、してるんですけれども。2本あったな。2本あったね。うん、で、今日はチョモちゃんがいつもやってる昼モフをですね、まさかの、うん、クルちゃんとこから配信しようぜ。急にね、うんうん、はい、私は、うん、こちらのとろろ、オクラ、なめこ、うん、と半熟卵のネバネバおそばでございます。で俺はですね、チョモちゃんが二郎系食べたことないっていうんで、このセブンの豚ラーメンをちょっと買ってみました。ちょっとね、分けて食べようかなって思ってます。最高。いえ、おいしい。おいしい。うん、バチコーン濃いよね。スープめちゃくちゃ濃いな。ちょっと待って、うん、じゃあ、うん、こいつがさ、うん、もう言ってんねんけど。もう言ってるやん。そら気づくて。確かにね。こんだけペンって書いてんねんから、ちっちゃい画面でもやっぱ気づくよ。こういった時にもうペやもん。こういった時にそう、ちょっと画面にこういったらもう、あっペじゃねっていうことになるもんね、やっぱね。まあまあバレたけど、うん、まあごく一部のしか言うのは人にしか分かんないんで。いや、湧いてるやつだけ。いやでもいいと思います。これからもちょっと配信とかで見てもらってね。はい、ということで今日はチョモにですね、ペペローションの T シャツもうワンバージョンの方を、プレゼントしてみた。もう登録して。ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。右乳だけ回して。ごめん。